1915年、アメリカのセントルイスで、一人の青年の呼びかけによって始まった青年会議所運動は、100年という時が経過し、現在117の国や地域で運動を展開しています。日本では1949年、戦後の焼け野原であった東京で、新日本の再建は我々青年の仕事であるという設立主義書の一文のもと、東京商工青年会議所、現在の公益社団法人東京青年会議所が設立されました。私たちが住むこの町田では、1967年11月2日、18名の志高い青年が集い、日本で373番目の青年会議所として青年会議所運動がスタートしました。これまで多くの先輩諸兄が築き上げてこられた青年会議所運動を未来へつなげていくために、私たちは行動していく必要があります。申し遅れましたが、私は一般社団法人町田青年会議所2016年度第49代理事長を務めます市川春久と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私たちが青年会議所運動に対して多くの時間を使うことができているのは、私たちを支える会社や家族の存在があるからです。私たちは私たちを支える会社や家族に対して常に感謝の気持ちを忘れてはなりません。青年会議所の運動を通して、私たちの会社、家族、地域が必ず良くなることを信じ、青年会議所を行って、青年会議所運動を行っていく必要があります。また私たちはこの青年会議所の運動を、私たちの家族、そして会社、地域に対して情報、さまざまな手法を使いながら伝えていく必要があります。私たちが青年会議所運動をこのように継続して行うことができているのは、同じ志を持つ仲間の存在があるからです。青年会議所は20歳から40歳までのメンバーで構成されており、毎年新しい仲間を迎え入れます。40歳になるとメンバーは卒業します。この単年の生徒卒業が青年会議所という組織を活性化させていると言い換えることもできます。町田青年会議所をこれまで作り上げてこられた先輩諸兄の誇りと信念と情熱を受け継ぎ、未来へつなげていくため、会員の拡大は最も重要であることは間違いありません。本年度は町田青年会議所のさまざまな事業を通し、共感の輪を広げ、100名の会員を目指して会員の拡大を推進してまいります。私たちは私たちの住むこの町をどれだけ誇りに思っているでしょうか。自分の住む町に誇りを持てなければ、この町の発展はありません。私たち青年会議所メンバーは、この町の良い点を多く語れるようにするために、町田が町田であるゆえんである町田の地域理念、アイデンティティについて議論を重ね、町田の地域理念を確立してまいります。地域の子どもたちに対して、私たち責任世代である大人が関心を持つことは非常に大切なことであります。子どもたちが健全に育成することは、この町の未来にそのままつながっているからです。
常に地域の子どもたちに対して関心を持ち、地域の子どもたちに対してさまざまな機会を提供していくのが我々責任世代である大人の役割であります。2016年度も青少年育成のために、例えば食育であったり、スポーツを通して育成する事業であったり、この地域で活躍された偉人の話を子どもたちに伝え、地域の誇りを確立していくことなど、さまざまな方法を通し青少年育成の運動を推進してまいります。市民誰もが誇れる町を目指して、市民の積極的政治参画を目指してまいります。この町の関心がこの町の誇りへと変わっていくからです。市民の皆様とこの町の問題点について議論を重ね、町へ提言していく運動は、さまざまな手法を議論し行動に移してまいります。町田青年会議所では2013年度より治安向上事業町クリ、町田クリーンアップ作戦を開催してまいりました。これまで延べ2315名の市民の皆様とともに町田中心市街地の落書きを消し、この町に関心を持つ市民を増やしてまいりました。日本青年会議所の褒章を受賞した日本全国の青年会議所が注目するこの事業、地域関係諸団体の皆様とともに今後どのように構築していくべきなのか議論を重ね、この事業をさらに発展させてまいります。青年会議所にはさまざまな機会が提供されます。今年度町田青年会議所では個人開発の機会と国際開発の機会に重点を置き運動を展開してまいります。一つ目の個人開発の機会、リーダーシップを学び個人の資質を高めていく機会です。関連の性能青年会議所ではさまざまな役職を経験し、さまざまな業種の人と出会い自己検査をする機会がたくさん用意されています。本年度町田青年会議所では東京ブロック協議会、関東地区協議会、日本青年会議所へ広がる青年会議所のネットワークを活用し、多くの出向者を輩出することで人材の育成をさらに進めてまいります。町田以外の地域で同じ志を持つ青年とともに切磋琢磨し、事業を通しさまざまな経験をすることで町田青年会議所をさらに発展させることができると考えるからです。東京各地そして日本全国で活躍する仲間を会を挙げてサポートし、仲間が活躍するその事業に対して積極的に参画をし、私たち自身学びを持ち帰る姿勢を徹底してまいりたいと考えております。私たちの町に対して理想や夢を語る私たち青年会議所メンバーは常に個人の資質を高める必要があります。青年会議所のさまざまな機会を自分から掴み取り資質を高め1年間活動してまいります。2つ目の国際開発の機会、青年会議所は世界117の国や地域に私たちと同じ青年が同じ志のもと運動を展開している組織であります。積極的に海外の青年会議所メンバーと交流する機会を設け、2019年に開催されますラグビーのワールドカップ、2020年に開催されます東京オリンピック
パラリンピックに向け国際感覚ある人材を育成してまいります。また町田へ訪れる外国人旅行者のに対するおもてなしについて議論をし、海外から見た町田についても調査研究を進めてまいります。思想家陽明学者の安岡正博氏の言葉の中に、知識、見識、鑑識という資質の3段階の言葉があります。一つ目の知識とは、この町のまたこの社会の問題点について調査研究し得られるものです。しかし知識だけでは足りません。二つ目の資質の段階として、見識があります。見識とは、自らの力で判断をするその力のことです。物事の一端にとらわれず長い目で考える力、死を抹せずにとらわれず根本的に考える力、一時にとらわれず長い目で考え、物事の一面にとらわれずさまざまな角度から物事を見て判断をする力です。見識は一人では高めることはできません。多くの人と出会い、多くの考え方を学び、多くの人と議論をし、切磋琢磨することで得られる資質の一つです。しかし知識と見識だけでもまだ足りないと考えております。三つ目の資質としまして、鑑識という言葉があります。肝を据え、自らの判断を行動に移す力のことです。さまざまな障害や困難をものともせず、自ら道を切り開き行動する鑑識こそが、私たち青年に必要な資質の一つではないでしょうか。見識の積み上げ、鑑識のある人間は人としての器が大きくなっていきます。人は自分の器以上のことを成し遂げることができないと言われています。自ら困難の道を歩み、自分の人間としての器を広げていく、そんな姿勢こそが私たち青年に必要なのではないでしょうか。2016年度一般社団法人町田青年会議所のスローガンとして、打つ手は無限、誇りと信念が創造する新しい未来という言葉を掲げさせていただきました。青年会議所には無限の可能性があります。日本全国に広がるネットワークだけではなく、世界各地に広がるネットワーク、そんな組織は青年会議所以外にないのではないでしょうか。自ら困難な道を歩み、言い訳をせずに、どうすれば道を切り開けるのか仲間と共に考え行動に移していく、そんな姿勢を1年間町田青年会議所で貫いてまいりたいと考えています。自らの地域、そして会社やまた家族に対しても誇りを持ち、私たち自身の手でこの地域をより良くしていくんだという強い信念を持ち、新しい未来に向け行動をしてまいります。私たち責任世代の大人が地域の人々や私たちの家族、そして子どもたちに対して大人の背中を見せ、常に関心を持っていくことでこの世の中が変わっていくと信じて、人が育てば町が変わる、そんな強い信念を持ち、1年間青年会議所運動を邁進しております。誇りと
信念が創造する新しい未来に向かって打つ手は無限です。1年間一般社団法人町田青年会議所、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆様、今年度も